はい、どうもゆうたです。皆さんお久しぶりです。多分1ヶ月ぐらい動画空いたのかな。で、今ガレージ山号さんのところにから車出来上がったんで取りに行ってきました。はい。いやー最高だね。いやー本当に感謝ですね。ありがとうございます。で、そう。何をやったかっていうと、一応、まあエンジンのピストンを、まあ、HKS の単造2リッターのやつに変えて直しました。で、他にやったことっていうのは、シリンダーのボーリングとかホーニングして、まああとはバルブすり合わせ、クリアランス調整とか、まあそこら辺ですね。で、他にやったのは空燃費計をつけて、あとはついでにバッフル付きのシムスのオイルパンを入れました。一応。っていう感じです。いやー、最高。最高だね。で、ついでに、あとエンジンマウントも変えたんですよ。レイルのやつ。強化のゴムじゃなくて、ウレタンなんで、まあ、リジットみたいな感じなんですけど、とりあえず振動がすごい。振動がマジですごい。特にエンジンかかるときと、発進するとき、半クラのときは、マジでやばいです。マジでやばい。はい、でどこまで話したか忘れちゃったな。そう、エンジンやったんですけど、加工から帰ってきてからはちょっと動画撮ってないんで、山子さんに写真を撮ってもらったんで、ちょっとそれを見せたいと思います。まあ、ピストン割れてるのはこの前見せたと思うんで、まあ加工から帰ってきた感じがまずこんな感じで、でこういう感じでバルブヘッド面検で、あとはまあバルブのすり合わせとかをやってもらってます。クリアランス調整とかですね。で、あと純正のピストンクリアランスがなんかちょっと結構大きかったみたいで、今回組んでもらったのはコンマ3 0.03 かなんですけど、純正はなんか6ぐらいあったっぽくて、まあそれがその元々のその問題なのか、それともまあちょっと乗って変形したのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ純正にしてはちょっとクリアランスが大きいみたいですね。で、あとはまあこちらが単造ピストンですね。はい。で、あとは、シリンダー、
もうボーリングしてホーニングして、でホーニングはまあいろいろ多分粗めとか、まあ普通めとか細めとかいろいろあると思うんですけど、まあ一応普通にしてもらってます。なんか NA とかだとやっぱフリクションをなくすために、まあなるべく細い方にしてフリクションをなくす、稼ぐ、まあフリクションロスをなくすっていう意味で細いのにしたりするらしいんですけど、まあターボなんでちょっとオイルが残ってて欲しいと、まあそこはまあ普通目にしました。まあ普通目が普通だと思うんで。そうですね、そんな感じですね。うん、あと画像はこれがエンジンが縦に、縦の水平対向、あとはまあクランクメタル系は、コメタルはまあどうせなんで変えてもらってます。あとそう、オイルパン、これがシムスのオイルパンで、透明のあのバッフル付きのやつあると思うんですけど、結構まあ入れてる人いると思うんですけど、あの上をこう一枚板挟んでなんかケース合成だかなんだか上げてっていう多分商品だと思うんですけど、あれをあそこで上でこう塞いじゃうとなんか戻ってこないんじゃないかって不安もあるんで、でシムスサンプル付きのオイルパン出してるんで、ちょっとどっちにしようかなっていう感じで、まあ形状的に今回はちょっとシムス入れてみようかなと思って、別にその油圧が保てないっていうことは正直今までさっき足しててないんですけど、まあこれからまあもうちょっと車を速く走らせるようになったりだとか、まあタイヤのグリップも別にまあまあな、はい、まあまあなハイグリップですけど、もっとハイグリップなタイヤいっぱいあるんで、でその際に横軸かかった時にこれからの対策っていう感じで入れようかなっていう、まあ燃料が吸えなくなることは結構あるんですけど、サーキットでなんで燃料の方は、ただそれはあの燃料に関しては半分切ったら空水するんですよ。まあなんか GD とかの頃は結構空水する問題で、みんなコレクタータンクつけてる方いらっしゃると思うんですけど、ただまああの半分以上入ってれば空水しないんで、 VAB はまあ燃料いっぱい入れてあげることで対策できるんで、まあコレクタータンクはまだつけなくてもいいのかなって思うんですけど、燃料吸えないより、まあ、オイル吸えない方がちょっと怖いんで、ということで、一応今回バッフル付きのシムスのオイルパンを入れました。で、燃料吸えないって言っても、燃料が薄いわけじゃないんで、その、まあ、燃料カットしてるっていう意味と同じだと思うんで、パッと切れてるんで、まあ、本当は嫌なんですけど、まあまだ何回かしかなってないんで、別にこれからは燃料いっぱい入れて対策すればいいと思うんで、まあそこはそんなに気になってないんですけど、オイルパンはそれでちょっと今回入れましたね。っていう感じですかね。いやー、ちょっと支払いがきついでござる。多重債務レーシングですよ、本当に。いやー、どうしよう。フルバケ、あ、そう。フルバケも RMS を2脚頼んでて、もう実は届いてるんで、
来週の休みにとりあえずつけます。で、そう、あと鳴らしをしてから肝心の原車セッティングをちょっとしたいんで、そう、せっかくエンジンでちゃんと綺麗に組んでもらっていい状態になってるのにまた同じことしたら意味ないんで、で今空燃費系 AVF のカンプ、あの HKS のやつつけてもらってるんで、でちょっと乗ってみた感じやっぱ燃料薄そうな感じらしいんで、ちょっとまだ鳴らし終わって踏んでみないと何とも言えないんですけど、結構薄そうなんでセッティングがちょっともうちょっとマージン欲しいかなっていうのと、あとはまあブーストが一番問題だと思うんで、ブーストはブーコンでまあすでにもう抑えてはあるんで、あとはもうほんと原車セッティングしてきっちり踏めるような状態に持っていきたいんで、今ちょっとコンビニにいたんですけど、なんかね大音量のねよくわかんない車が入ってきちゃったから、ちょっと移動します。カメラ揺れちゃうかな、それ結構。とりあえず俺はマックに行きたい。で、そう、原車セッティングをしてきっちり踏みたいですね。で、とりあえず完璧な状態に持っていきたいです。で、今後の予定はまだいっぱいやりたいことあるんですけど、とりあえず、まあ、RMS 来週入れて、で、そう、あとは、まあ、リジカラとか、リアメンバースペーサーとか、補強系、まだちょっと残ってる、下回りでやってない補強系を全部入れて、あと、ミッションマウント、リアデフマウントもやって、であと、リアバンパーもカットしたいんですよ。パラシュートすごいんで、多分 VAB は形的に。バンパーカットして、バンパーカットって言っても全部下カットしたいしちゃいたいんですけど、本当はちょっとあまりにもなんか上品なマフラー入ってるんでそれはちょっとできないんで、まあちょっと穴開けてやろうかなっていう。あとあのデルタスピードのあのリアバンパーダクトを入れて、あとリアのインナーフェンダーもちょっとくり抜いてあげて、まあそれで空気抜けたらなっていうのを考えてます。あとはパワステのフルドットクーラーをつけて、んーで、あとはまあカーボンボンネットもやりたいっすねっていうところかな。とりあえずすぐやりたいのは、あ、そう、あとあのクスコから出てるリアシートのところのやつ、防補補強のバーと、あのフロントのシートのシートレールのとこに来る補強のバーみたいなフロアのやつ、あれやりたいですね。あれやるとあの4点ハーネスの下のところふっかけるやつ、今ジュランのフック使ってるんですけど、それもいらなくなるんで結構まあ便利かなっていう、それぐらいですかね。とりあえずやりたいのはそこまではもうささっと一気にやっちゃいたいですけど、休み次第ですね。仕事の基本的に週1休みなんで、そんなにポン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 できるわけじゃないのと、あと雨降っちゃうと本当できないんで、まあ晴れ男なんで割とできるんですけど、
サーキットは本当来シーズンまでちょっとお預けかなっていうのはあります。でちょっとゆくゆくやりたい企んでるものがあって、それはロールケージとあとフロントの8ミリワイド、あれ車検適合なんでそのままやって 10J か 10.5J ぶち込んで、 VAB で285履いてる人いるのかな、いないと思うんで、リアフェンダーは爪折りしてしばいて多分入ると思うんで、それでちょっと今後はやっていこうかなという見解でございます。動画次何やるのかなって思ってる人いると思うんですけど、ちょっと言っちゃいましたね。まあ多分それのどれかが今度どんどんやっていくと思うん であとはちょっとパーツの取り付け以外にもいろいろ今後やっていきたいなと思ってるんで、なんか面白そうな企画があればもし言ってもらえれば、僕でできるやつがあればやっていきたいですね。ちょっといろいろと、それよりエンジンマウント変えてからやばいね、この振動がマジですごいわ。まあっていう感じです。はい、ちょっと大事に乗ります、大事に乗りますけど、やっぱこんだけのパワー車なんで踏まないともったいないと思うんで、僕は踏みちぎりますよ、踏んでなんぼだと思うんで。まあちょっと入間から横浜まで下道でゆっくり帰ろうかなと思うんで、ちょっとマック寄って、大好きなマック寄って帰りますわっていう感じです。はい、今回は以上です。はい、で紹介し忘れてたんですけど、これが空燃費系 A/F ノックアンプ、ノックアンプ付きなんで、ノッキングまあこうやって踏むとこう空燃費が分かるんですけど、でノックアンプ付いてるんで、こちらにヘッドホン挿してノッキングの音を自分で耳で聞いてできるっていうやつですにしましたっていう感じです。はい。